はい、どうも、リムワールド続きやっていきます。この動画は初心者なんだから、私初心者なんですよ。一回はクリアはしたんだけど、まだまだね、リムワールド奥が深くて、理解できてない部分とか知らないことがとっても多いので、初心者なんだから攻略サイトをお手本として進めていけば、あと、攻略サイトに書いてあることをいろいろと試したり、実践していけば、難しい星々に向けてっていうクエストなんかもクリアできるんじゃないかなっていう、という考えで遊んでおります。でね、前回、この予定地で、わーっと、囲ったんだけど、サイトに書いてあるね、見取り図みたいな設計図的にはここまでしか、ここをね、ここでこう壁になってたんだけど、ちょっとね、その攻略サイトの裏技の部分を読んで、ここをね足しました。攻略サイトの裏技にですね、栄養補給ペーストによる食材の、なんていうのかな、活用法みたいな。このペーストディスペンサーを冷凍室に置いて、で、隣に、ここね、今置けないんだけど、ホッパー?バーのすぐ横に食肉加工台を置くことによって、ホッパーにね、ペットフードを置くことができるんですって。ペットフードをペーストにしても、人間たちがペットフードを食べるよりもダメージが少なく済むと。あとね、ここにこれ作ったの、木製ペンマーカーを作って、で、なおかつここでね、家畜を飼っちゃおうかなって思ってます。これもこの攻略サイトの裏技コーナーに書いてあって、家畜はスペースが別に少なくてもなんともないんだって。何の影響もないから、こうやってここで飼った方がすぐにお乳も絞れるし、肉も取れるし、みたいな。らしいですね。とりあえず、第一拠点なんで、試しで、打っててみましょう。あと、ちょっとやったのが、家畜の飼育、せっかくゴールデンレトリーバーがいるんだから、家畜をね、東京、ズゴロウさんにして行ってもらおうと思ってます。よし、これで朝が来るまで動かしてみましょうか。はい、これが一応、最初の、設計図を元にした予定地です。が寝室、娯楽室、電気関係、道具とか、なんだろう、作業台、備蓄スペースの、保冷室の農場、囚人部屋と医療部屋、研究室の寝室になってますね。はい、時間割をね、変えてみました、あと。どう変えたかというと、攻略サイトの裏技のところにね、陳情にいい時間割っていうのがあるらしくて、
この睡眠時間を0時と8時と16時にもう設けてあげるんだって。そして娯楽を4時と12時と20時に設けると。で、あとは自由時間にするんだって。そうするとこうやって寝ぼすけさん寝ぼすけできるってことかい？やりたいことだけをやるって感じなんでしょうかね。ただし、こうするとこまめに寝ちゃったりするから、途中で働いてたのを中断したりするから、調教したりする人には向いてないって書いてあって、だからムツゴロウさんだけは、そのスタイルをやめてみた。あ、寝たね。寝たね、9時。早いね。8時に寝るんだったのに、寝たね。すると、心情が、そんなに、下がっていかないらしいですね。雑草取りしてるんだね。雑草を取って。種をまくの。掘るの遅すぎない？一振りするのに何秒かかってんの？おー。チールだっけ？チールとただにらめっこしてるよ。あー、やばいね。お？あー、どうする？絶対。気に進める感じ。閉めして。うん。そんなとこ行ってんの？リスにやられるかもしんないね。リス来てるよね、これね。走れー、頑張れー。あ、ちょっと追いつかれるかな。リス早い。頑張って逃げてくれ。疲れるなよ。疲れるなよ。あ、追いつかれちゃった。攻撃も。あ、やった。だけどさ、もう一番大事なコックさんが。ちゃったよ。え？色の割り当てないって？ああ、そう。
自己治療をもらわないといけないね。引っかき傷。ライフルの、いやいや、ライフルで撃たれた後の方が、よいしょ。おしゃされてるよ。スキル変わったかな？あ！あ、やだー！やだやだやだー！やだー！ちょっとー！さあ、逃げただけかい。大丈夫なんだ。チビ大丈夫。はい。という感じで、今回はここまでにしようか。福さんも、なんとか元気になってくれましたね。いやー、うちのポチが、狼に襲われたり、リスの襲撃で、大事なコックタテルさんが襲われたりした回でございました。それでは次回も楽しみに。ご視聴ありがとうございます。ハッツハッツ。